こちらをご覧ください。なぜ？はい、お疲れ様です。ということで、本日も母さんワールドをやっていくんですけども、なぜか私の倉庫に豚が湧きました。はい、なぜでしょう。心当たりのある方は、連絡をください。情報は多分コメント欄でみんなが教えてくれるということで。はい。本日なんですけども、タイトルにある通り、ちょいと今まで残した中でもちょっと巨大なものが、はい。年越すまでにちょっと片付けたいものが一個ありまして、そちらの方をちょっとやろうと思っています。ちなみになんですけども、これで完結したらラッキーだと思ってます。今日はなんだったら半分ぐらいまでかもしれない。さよなら。そのやり残したことなんですけども、この、カズさんワールドにはですね。はい。こちらをご覧ください。見てわかりますでしょうか？わかるかな？わかるな？わかりますね。はい。実は今この面灯以外がですね、橋を使えばうまくこうぐるーっと全員の島に移動できるようにはなってるんですよ。で、僕の島はと言いますと、帰宅部とこう、かろうじて下の部分で繋がってはいるんですけども、そこ以外にまだどこも繋がっていないということで、かとこね、カズさんワールド終わりを迎える前に、この面灯からスタートいたしまして、ジャラさん島に繋げるということを本日の動画でやっていきたいと思っております。ちゃんとジャラさんに LINE で、はい、確認もさせていただきました。ということで、改めまして、本日、橋作り、土台、完成したらいいなと思ってます。ということで、やっていきましょう。よし、ということで、地図を手に入れてまいりました。場所的にはもうここだね、ちょうど。せっかくこうね、なんか、道を石で統一してるかなんか石橋のようなものを作ろうかなっていうのを思ったんですけど。まあ、石橋を建てるってなや、そうですね、この火山ワールド、ルールというものが一つございまして、陸地を張りぼてにしてはならないと。必ず足場を伸ばせという絶対的なルールがございますので。本日は、こっから、この、ビーコンの横を通って、ここぐーって曲がるような。はい。土台を作っていこうかなって、いうのを考えております。なるべくこう、面倒を今までこう、ちゃんとね、やってきたからにゃ、やっぱなんか、最後までやっぱやり遂げたいというか。まあ、別に通す必要もないですけど、まあ、やっぱ筋は通しとこうじゃねえか、ということで。はい。ここは一つ。気合で。その代わり空洞にさせてくれ。ちゃんとした石橋にはするんですけど、中身は空洞でやらせてくださいっていうだけなんで。ということで、早速やっていきましょう。いや、これはね、正直、やるかどうかちょっと迷ったんだけど、今こう撮ってる日にちが12月の13日で、ちょうど今日ツイートされたから。年末に、カズさんワールドのみんなでこう、なんか締めの配信をやろうっていう話が今出てて、そうなった時になんかやっぱみんなの島をさ、なんかこう、多分見るじゃん。こう、なんだろう、全部多分見ないと思うんだけど、なんかこう全体を見渡した時にやっぱ繋がってた方がなんかね、いいんじゃねえのっていうね、思ってしまいまして。はい。それだったらまあちょっと、気合入れてやるかーって。気合入れなきゃな。終わんねえんだな、今回のは。今までの大きさがまあどうにかなってたんだけど、3、400マスぐらいかな、こっから。じゃあ3頭まで。わかんないんですけど、一旦ちょっと、道伸ばすところから始めてみて、それでちょっとどうなるかっていうのをやってみましょう。ということで、まずは、石レンガを使って、あちら側に土台を通してみましょう。もう基礎の基礎。フレーム。とりあえず地図1枚は行くから、128はまあ決定なんだけど、これもうちょい進んで、かつ、ジャーサン島の方にも曲げなきゃいけないから、あ、でもなんだかんだでも300ぐらいで終わりそうだな。なんかそのぐらいの気がする。ちょっと中心の場所も決めた方が良かったから、多分これ、真ん中を通すべきだったな。しまった。何も考えなさってきた。ジャジャさんと方面からも伸ばして、それで考えよう。長えー。長いなー、これは。こういう石橋って大体さ、川とかよくあると思うんだけど、島と島をつなげるほどの石橋だからね。相当頑丈だよ、これは。ちゃんとやんなきゃダメだ。だから土台をめちゃくちゃ太くしなきゃいけないんだな。俺がやることは。こんな感じか？場所的には。今ちょうどジャーサン島からちょっと当たりを取ってたんですけど。これでここが手前ぐらいになるような場所になればいいと思うんだが、マイナ97。マイナ97まで伸ばして、曲げる。
で、ここで曲げると。で、ここまあ直角に曲がってても変なので、ちょっとなんか、こっちまで橋とか土台とかちょっと片付いてきたら、ここになんか、丸い感じのちょっとした石の島みたいなものを作ろうかな。石の島っていうよりかなんかもう、中継地点だけどね。もう、どういう風な感じの橋にしようかな。石を使った橋を作るっていう、そのぐらいしかまだ決まってなかったんで、どうなんだいやー、不安になるな、これは。あ、ずれたな。あれ97じゃなかった。あれ96だ。嘘でしょ。ちょっと待って。俺これ全部できそうの。ちょっと待って。考えろ。一個ずつずらそう。個性やねんな。一個ずつずらせん。ああ。冷や汗が出たね。今ちょっと怖かったよ。よし。ということで。多少のずら気にしたら、はい。良くないって。はい。カツさんも言ってましたから。多少のずらは気にしないということで。一マスのズレは、誤差と言っても過言ではないっていうことですね。はい。なら、何も見なかったことにします。ということで、また、反対サイドまで持っていきましょう。お。直角ぐらいまでは来た。ちゃんと、この辺は、まあ、明るさでな、湧きにづらくなったとはいえ、真横にいったら絶対ここ湧くんで。はい。ちゃんと湧き潰しもしていきましょう。これは、派手しないな。でも逆に、多分今ぐらいから始めてなかったら、多分この作業は終わんないんで、ちょうどいい時期にスタートできたなと、そう思っております。そう思わないと多分心が持たないんで、はい。頑張ります。頑張ればおるんで、はい。そういえば今、この風さんワールドベーション 1.18.1 なんですけど、いや、1.18 のサーバーなんか大変だったらしいねっていう。俺がなんか寝てて、もう気づいた時にはもう大体対策されてたというか、もう大体解決してたんだけど、なんだっけな、なんか、サーバーのなんかもう脆弱性がうんちゃらだみたいなの見つかって、もうなんかチャットでなんかその文を見ただけでもなんかもう攻撃されるみたいな、そんなレベルのやばさだったらしいねっていう。で、怖って思ってたんだけど、その中で面白かったのが、マイクラを起動するとなぜかドゥームが始まるっていう。別ゲが始まるウイルスがあるっていうのを見て、それ爆笑したなーっていう。こういうのはね、笑っちゃいけないんだよ。笑っちゃいけないんだけど、ドゥーマは笑うでしょっていう。まあ、ドゥーマも笑っていいか。詳しい人が、対策できるようになんなきゃいかんよなっていう。まあ、そういうのもあるんだけど、まあ、サーバー運営するからにはやっぱり、ちゃんと責任も伴うんだなっていうことを。はい。まあ、俺はサーバー運営してないんで分かんないんですけど、皆さんもぜひ、はい、気をつけてくださいっていうのと。まあ、でも、多分、大半の人はあんま、かけれやっていう可能性あるけどね。まあ、1.18 にはちょっとお気をつけてって感じで。これ、幅間違ってねえか？ちょっと待って。3、4、5、6、7、8、9。うわぁ。はい。さっと直しましょう。さっと直せば、まだ心の傷少ないんで。まだ始まったばかりだぞ。こんなとこで、手こずってたら終わらんぞ、この作業は。よし。今度は間違いなかった。よし。撤去します。このビーコンがついてるじゃまだ気が楽だ。頼む。もうさっさと端っこまで。最悪エリトラを使ってもう一回一枚で戻る。こういうの見るとやっぱな、ビーコンいっぱい立てたくなるよな、っていう。あ、でも、もう、結構中盤まで来たぞ。あれ？壊しきれる？これもしかして。ああ！いや、でも、おお！ビーコンパワー、えぐ！ありがとう。よし。これで、橋の場所がなんとなく分かったから、ちょっと、一回タイマーズ置いたら、海のやつ回収しに行きましょう。ま、気合はいるが、今日はとりあえずこの下の部分だけでも、やろうか。果てしねえな。果てしねえよ。そうだよな。そういうもんなんだよな。島と島をつなぐっていうのはこのぐらいの覚悟はいるんだよな。去年もネザー大橋作ったけど、それの倍ぐらいはある。マジで。デザインをちゃんと考えないと、これは死ぬぞ。シンプルなデザインにしような。ということで、ちょっと、そろそろ多分浮いてくる頃なんで、これを、まあ、適当にざっくり開始していきましょう。この作業の多さをな、どうしようかね。よし。大体回収できた。できてなかった。バン！土台を立ててくんだよな。そうなんだよ。果てしねえよ。
今回に関してはマジで終わりが見えねえな。土台編だけで2日かかるぞ、こんな。やっていきましょう。もう、弱音ははい。一回最初に入っちゃえばもう止まるんで。あとはもう作業、手動かしたら大体終わってるんで。何マスかな？それちょっとちゃんと計算しようか。それで、柱の間隔をなんとなくでいいから決めよう。だいたい186だから。さっきまでリアル5分ぐらいずーっと計算というか、何本柱立てたものかって考えてたんですけど、だいたい180マスぐらいやったら、まあ、18マスおきに、そこを中心とした柱を立てれば、まあ、どうにかなるんじゃないかとか、まあ、本当にどうにかなってくれっていう。最近ちょっと、終えられた回数が増えたかな。なんか、昔を、なんか、もうちょいな、確信を持てて建築してた気がするんだけど、最近、他のことやりすぎたかな。言うほど他のこともやってねえはずなんだけど、ポケモンやら麻雀とか浮気しすぎたかもしんねえ。まあ、祈り2割ぐらいでいきましょう。今やってることは、柱の真ん中の場所ですね、ここ。はい。一応ラインを引いておきますっていうだけなんで。はい。よーし、ということで真ん中まで、とりあえずこれをラインを引いたんですけど、長いなにしても長い。こっからあれだな、ま、ちゃんとっていうよりかは、まあ、どうせこの辺なんか丸くするから、この辺の柱はまだ考えなくていいんだけど、どうなるかなこれ、マジちょっと予想つかんな、でかすぎる。ということで、こっからちょっとまた真ん中の場所割り出して、そこに、一応印だけ置いていきましょう。18じゃねえんだ、これ。17マスだ。18本柱形ですから、そうだな。17プラス1で計算しなきゃいけなかった。今気づけてよかった。4、5、6、7、8。もう、数えるのそれ不安になってる、もう今。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17で、こうか。これで、また片側にも17マス離れた場所で置けばいいっていう。そういう寸法ですわな。そういう寸法ですわな。ズルはできれ。もうちょい幅ってもいいか。まあ、でもこの幅だったらそんなにな。あってもダメだもんな。やってから考えよう。大丈夫かこれ。あっちの円の部分だけでも先に観察した方がいいんじゃないかこれは。そっちの方が安心だろ多分。やってらんねえよこんな。怖すぎてやってらんねえよ。こういう作業時間はだいたい雑談でだいたい場を繋ぐんですけども、今回その雑談をする余裕がないぐらい今、計算というか、微妙に頭使わせてるせいでね、余裕がないんだね。こんな感じかな。高いとこから見た方がいいや。うん。これで、こっからーっと一個。でかいな。ちょっと待った。あ、でかいな、これ。絶対今日じゃ終わんねえわ。あー、なんか、いろいろ間違いを犯してる気がする。みんながアップデート動画を撮ってるさ、なんか俺一人だけずっと走り続けることになるな、これ。それもまた一興ということで。はい、やっていきましょう。いやー、なんかこういう、円数えるのあれだな。前のスカイプを思い出すな、俺。こうやってなんか、外周数えながらやってたんですよ。4分の1の大きさを。ここが3の2の1だから、1が4つあって、みたいなこと言いながら。まさかこの経験が、カスタムワールドのできると。こうだな。完璧だ。綺麗な円ができてる。はい。ということで、丸い形ができました。でかいですね。でかいよ。でかいな。ちょっとでかいよ。ということで、今から、とりあえず、ここから、あっちまでの間の柱の位置をとりあえず決めた後に、ここから、あっちまでの柱の位置を決めます。当てしね。これでももう俺50分撮ってるからね。50分撮ってこれだぜ。死んじまうわ。一回こっちにもあっちと同じ半円を作ろう。やばい。やばい。軽い気持ちで始めていい企画じゃなかったな、今回の動画。ちょっと焦りが出てきた。はい、ということで、こちら側も同じように半円が、できましたので、先ほど言った場所をちょっと訂正で、ここから、さっき言った、この半円の手前のところまで、柱の場所を決めていくようにやっていきましょう。とんでもねえな、今回は。気合入れていくか。面白くなってきやがった。あ、でもちょうど、綺麗に150になった。150だから、15マスおきに10本でいいのか。うまくいくか、それで。ちょっと待って。あまり、
相田久馬先生だから、あそこに中心一本ドーンって立って、こんな感じのアーチ橋にはなると思うんだけど、10マスだとあれだから15か。15じゃなきゃダメなんだな。ということで15マス置きに印をつけていきましょう。とんでもねえ。とんでもねえ一回よ、今回は。もう今日は、もうマークでつけただけでも多分もう、だいぶ進めたことになるわ。なんかずれた。どっかでずれたが、どっかでずれたが、ここは、どうにでもなるポイントだから。どうにでもなるんで。はい。どうにでもなるんで。大丈夫か、これ。本当か。あんまり伸ばしすぎるとこっちにぶつかっちゃうから、長くてもここだな。じゃあな、なんだったら、ジャラさんの島はもう、現代風にまとめ上げてあるから、橋の自体思いっきり変えちゃっていいからな。こっちはまた別で変えよう。とりあえず、どの辺だろうな。このビーコンぐらいの位置で違うデザインに変えよう。それで、あっち側は現代風にまとめ上げるから、戦翼眼かな。なんだろう。ちょっとまあ素材考えてはないけど、シーランタンとかその辺使うことになるのかな。ちょっと、石レンガじゃないものを使うっていうのはもう確定。それはまた考えておきましょう。よし。ということで、あと今日できることは、まあ、この今柱が立ってる場所っていうんですか、この柱の下の位置に、こんな感じで、下まで伸ばすっていうことをやっときましょう。これはまた、こいつはまた、大変なことになりました。このまま2021、2年を迎えてしまうのか、柱は完成しないのか、こいつは、ちょっと気合入れていきましょうかね。もう。今日の動画、気合しか言ってない気がするけども、これに関してはもう気合で終わらせるしかないんで。なるべく簡単なデザインをちょっと次回までに。はい。どうにか考えています。ノープランで始める内容ではなかったわっていう。いやもう、言っちゃえば、これで一応もう橋は成り立ってるんだけども、それじゃ納得できんよなっていう。はい。言い張ることはできますっていうだけなんで。これが許されたらな、もう橋が何でもいいことになってしまうからな。かっこいいやつ考えるか。まあでも石橋はな、こう、一つデザインが決まってしまえばそれをなぞっていう方法でも何とかなるから、まあどうにでもなるだろう。どうにでもなってくれ。いやー、これ石足んなくなるな。石掘り行かんと行かなくなりそうだな、これ。多分こっそりマグニさんのところで石集めてるかもです。俺の島にある石を全部総動員させよう。よし、ここはまあずれたけど、ずれちゃったけど、ここにしとこう。まあ。1マスぐらいの図だったらな、どうにでもなるから。こっちもやっとくか、やるか、やりましょう。またこっちも柱の計算をちょっとしず必要があるんですが。まあでも、ちょっと姿見えてきたんじゃない？この柱の、本当に土台だけど。それができたことでなんか、石橋ってこういう感じのねっていう。ちょっと無理があるな。なんでもねえわ。もうちょい頑張るわ。これで、このぐらいから、現代風な橋にシフトする。なんか、レインボーブリッジとか、こんな感じの。怪しいな、今回。大丈夫かな。よし。とりあえず、バカつけたから、この辺だな。この辺まで許される。ちょっと、これ、裏作業はまあ、なかなか多分センター思うけどね。裏作業でちょっと石を集めた、ただ。これとはちょっと果てしないっていうことがちょっと分かったんで。はい。ここだな。よし。これで、とりあえず、まあ、今日終わるんだけど、次回の動画の時に、この、柱と柱の間がこう、繋がってかつ、この、デザインが多分決まった状態にまで持っていきたい。まあ、でも、ここまで行ったら結構もう、トントンでいけそうな気もしてるから、ちょっと。甘い気すんだよなぁ。まあ、遠目で見たら橋だから、ま、この段階でも。はい。月が綺麗ですねってあの橋で言ってもらう予定なんで。はい。そうはならんな。終わろう。はい。ということで、本日は、このカズさんワールドでやり残したことの一つ、すべての島を歩けるようにするというための橋作り、スタートでございます。スタート編でございました。ただ今日で、ね、大枠が一応できちゃって、じゃあ、できたんで、はい。で、早かったら次回、早くて3本だな。うん。次回で石橋部分完成して、
現代風な場所も一緒に仕上げちゃうっていうので、はい。少なくとももう2本は確定してる。はい。お付き合いしていただけると助かります。ということで、この橋が、絶対にこの年内に完結させられるようにちょっと頑張ると思いますので、ただいまコメント欄でですね、あんまり時間はないですけど、こういうのも欲しくないか、みたいな要素があれば、はい、コメントでいただけると、反映できそうですから頑張って反映していくんで、はい、ぜひとも、コメントいただけると嬉しいです。どうにか綺麗で終わらせましょう。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。ちょっと次回以降も頑張ります。お願いいたします。ということで、また次回よろしくお願いします。それでは。